吉宗評判記暴れん坊将軍。この日、吉宗は忠相を共に野がけに出た。浅草今戸、宮古島の名所を訪れるのが目当てであった。長歌を避け、馬道から花川戸を抜けると、そこはもう大川であった。ああ、やはり来てよかったぞ忠相。いい気分だ。はい、この少し先が今戸でございます。あ、ところで上様、腹具合はいかがでございますか？ペコペコだ。そう思い、格好のこれより屋に席を用意させてございます。話せるぞ忠相。いや、恐れ入ります。あ、おい、こら、待って待って。ここへ降りなさい、二人とも。俺、その方を。忠相、その方を。人に名を聞くときは自分から名乗るもんです。私は徳田新之助という者。何か足元を見なさい。ああ、人がせっかく野菜を作ろうと思って種まいたとこなのに。そいつはすまなかった。こんなところで工作をしているとは思ってもみなかったんだ。言い訳を言うんじゃない。男は男らしく自分の非だけ認めればいい。その通りだ。いや、すまん。上様。うん、なんだ上様とは。いや、そっちも若いのばっかりに言わしとかないで自分でも謝ったらどうだね。いや、その知らなかったこととはいえ悪いことをした。勘弁してくれ。うん、素直でいい。いいだろう。では。ああ、こら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 、どこ行く。ちゃんと畑を元通りにしていかなきゃダメじゃないか。その方言わしておけば。忠相、どうしてもやらねばいかんか。当たり前だ。たとえ一粒の種だって命がある。それを踏みにじって平気で行かれるのか。うん、確かにその通りだ。分かった。なんと、上様に向かって説教。さよう。いや、それが加納殿、実に何とも浮世離れした男でしてな。上様、早速手勢を繰り出し、さやつめを召し出し、きつく叱らねばなりませぬぞ。まあ、自由ではないか。悪いのはこっちなのだ。それに、手勢など繰り出してみろ。あの男に何と怒られるか。のう忠相。まことに。上様、もうそのような男に近づいてはなりませぬぞ。野掛けはしばらくなさいませんように。よいですな。わかったわかった。あ、ところで上様、説教で思い出したのですが、近頃巷に説教泥棒なる奇妙な盗っ人が横行いたしておりますが。説教泥棒。
誰だ。見たぞ。なんだよこの吉原田んぼの亀の子みたいな顔した子は。見慣れねえ子だな。どこから来たんだよ。八丁堀。おじさん、今隠したの見せてよ。八丁堀って、おめえの親父何やってんだ。役人。ねえ、見せてよ。バカ野郎、役人のせがれにこんなもの見せられるかい。悪いもんなの、それ。いや、悪いやつが使えば悪いよ。の弾はねえけどな。見せてよ。ダメだったらダメだ。おじさんね、相手は子供なんだぞ。よよよ、それともおじさん悪いことしてる人なのかよ。言うね、近頃のガキは。分かったよ。そうかい。さあ、みんな。ちょっとごめんよ。はい。おめえ、名前は？寺田勘太郎。勘太郎か。いくつだ？10歳。10歳。どうしたの？ええ。おじさん、一人で住んでんの？ここで。うちの人は？ねえ。うん、いねえんだよ。前はいたの？前はな。おじさん、寂しそうだな。じゃあ、また遊びに来てやるよ。お願いします。帰るよ。これ、ありがとう。お前、おじさんのこと誰にも言うんじゃねえぞ。お前の親父にもな。わかったよ。わかったか。失礼するぜ。大丈夫か？ちょっと切れるか？大丈夫。だから来たんじゃん。じゃあね。邪魔したな。気をつけて帰るよ。払えてよ。だからさ、そうだと思ってもうすぐ食べられるようにしてったんだよ。いや、さすがおかみさん。で、おかずなんだよ。お刺身の盛り合わせよ。いやー、いいねー。食べましょう、食べましょう。いいね、おめがなくて。おい、入る家間違ってねえよな。間違えてねえよ。おかみさん、誰ですか。私知らないよ。おまっちゃんは？あ、私会ったことない人よ。ゲンさん。え、いや、俺らは知らない人だよ。おめえたちは？あの、どちら様でしょう。あー、なかったな。え、失礼。車じゃねえかい。へい。おお、すまねえな。どうぞ。うん。極めてイカ刺しがうまかったな。マグロが持ちっていけばよかったら言うことはねえな。あの、どこかでお世話になったことがありますか。世話なんかなっちゃいめ。お互い初対面なんだからよ。え、じゃあおめえ行かんで。おい。おめえどういう了見でそのうち上がって飯を食ってんだ。おい。やい。検討次第じゃただじゃ済まさねえぞ。そんな、この野郎、静かにしねえ。こんなものは出したかねえが、騒ぐとズドンと行くぞ。ちょっと落ち着いて。みんな静かにするんだよ。騒ぐんじゃないよ。おかみさん、危ねえが、こっちだ、こっち。あ、抜けちゃったのか。抜けちゃったんだってよ。おう、はい、それじゃあ、お前様泥棒。当たりだよ。あ、うわ、ん、っ、みんなこっち来て座れ。座れって言ったのか。はい、大地、このうちはな、はい、
不用心すぎるよ。みんなで出かけるときはな、表も裏もちゃんと上下ろしていくもんだぜ。え？そうだな、これだけの構えしてんだから、報い犬の一匹も飼うといいな。犬はいいぞ。だがな、このうちのいいところは金目のものが一切人目のつくところに出てる。こいつはいいな。あ、これいいよ。で、金目のものはどこに隠してあるんだよ。そんなもの、花からないんだよ。ああ、花からねえのか。結構結構。嘘つき悪い。本当よ。自慢じゃないけど、取るもんなんて何にもないわ。おめえだな。近頃噂の説教泥棒ってのは当たり。いいね。世に鵜殿大木、大男総身に知恵は回りかねなんて言うけど、おめえさん違うね。巡りは早いね。喜んでねえで、懐の中身をここへずらっと並べてもらおうか。おい、おめえな、俺たち見てるから巻き上げとる。本当つぶけぞ、つぶけぞ、つぶけぞ。もう許さねえこの野郎。おめえな、まとんなって撃たれろ。だーめっすその隙によ、俺たちみんなで飛びかかるからよ。それは素晴らしい国だ。いいから、来てこいよ。来てこいよ。どうだ、どうだ、どうだ、こう。中身を並べろってんだよ、ここへ。みんな、言うとおりするんだよ。わずかなお足で命が助けるんだよ。早く抱きたって。そうだな、わずかのお足で足りるんだから、声が焦ったんだよ。ちょっと言ってみたな、みんなタコ坊主みたいな感じしてる。早く、ありがとう、ありがとう。津波さん、すまねえかな、ここへ包んでくれるか。あの、お手伝いさせていただきます。おー、頼むで。泥棒に入らねえようにするにはよ、犬だぜ。犬、はい、でっけえ犬かいな。ありがとう。打ち上げてみろ。あれ、ほら、開けるって、開けるって。ちょろ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 するんじゃない。ごめん、おかみさん、じっと食べるの控えた方がいいよね。ダメ。来るな、おい。ついて帰った、おい。待ってね、どっかけるんだよ。おお、やろう。お姉ちゃん、怖かった。怖いよ。締めて一部と30文と。しかし今日のはちっと気がとがめたな。みんないい人たちだったもんな。しかし我堪忍してくんな。なるで。俺だよ、半助。ああ、九六か。なんだおめえ、こんな遅くまで飽きないか。まあな。地道にやるってのは大変だ。そりゃそうだよ。だがな、なんてったって堅気が一番だぞ。くじけちゃなんねえ。やるか。もらおうか。けど因果だよ。昔の癖が出ちまってよ。結構なお屋敷なんざ見るとつい当たりをつけてみたくなっちゃってな。いけねえな、そいつは。その悪い癖を早く直さなくっちゃな。盗みはともかくいけねえや。あのな、本所の二つ目に片倉って名前のお旗本のお屋敷があってよ、俺の患者どうもそこにお宝がうなってるように思えるんだ。武家屋敷はいけねえよ。見つかったら首が胴からすっ飛んじまうぜ。それがよ、警護は手薄でよ、大層楽な仕事のように思えるんだよ。おめえやるつもりなのかい。いやいや、俺はいけねえよ。昔の合同業のよしみでおめえによかったらと思ってさ。もっと教えられんだ。ボツボツ行かなくっちゃ。ゆっくりしてったらいいじゃねえか。また来るよ。じゃあな。
あばよ。なるほど、まんざら悪い話でもねえな。本所二つ目の片倉か。何でございましょう。刀の切れ味を試した。生贄になる。そんなご無体な。誰か助けてくれ。かけるぞ。南町奉行所呼び当てつき寺田勘太郎殿。はい。父上、今日もつつがなくお勤めください。はい、わかった。何ですと、辰五郎一家のところへも説教泥棒が。うん、幸い被害は大したことはなかったらしいが、それにしても大胆なやつだ。ああ、ただいま押し入られた先を回って絵師に顔絵を作らせておりますが、まあ、一日も早くキャツメをお縄に。うん、頼むぞ。はっ。おお、寺田、ご苦労だな。徳田殿、ご覧なさい。上様より拝領の門戸の神正清ですぞ。よく手入れをしておられるようですな、大岡殿。はあ、この寺田にお刀預かり役を命じ、日々一点の曇りもなきを取り計らっているんです。そうだな、寺田。あ、はい。このお刀は手入れをすればするほど玉のように光り、まさに天下一品の名刀かと。お勤めご苦労様です。はあ。なるほど、お宝のありそうな屋敷だ。ずいぶん不用心だな。ごめんなさいよ、誰もいませんね。さすがだな、旗本の食いもんは。どうでこのエビなんざ、たった今まで生きてましたって面してやがる。いただきましょう、いただきましょう。とろける見ちゃうか。どうでこの器、器がいいね。めな。しかしこのうちは誰もいねえのかね。腰元の綺麗どころがずらっと出てきてさ、いらっしゃいませ。おお、苦しいね。チコチコかな。それはねえか。おっと、こんなことしてらんねえよ。金目のものを探さなくっちゃな。お父さん。はあ、こらすげえな。へえ、驚いたな。大したものであろう。
ずれも何百両という代物でな、上から関の金房、備前長船、そして泉の神金貞だ。いやいや、これが目に入らねえか。無理をするな。おう、てめえ俺が誰だか分かってんのか。盗っ人であろう。ほら、そうだよ。ちょうどよい。盗っ人なら頼みがある。なんだと。持って行け。どういうことよ。持ってけってんならいただきますけどね。だいたいな、この屋敷はもう閉じ割れよくてな、それにも何でしょう。わしがどうしても欲しい刀がある。刀？それをあるところから取ってきて欲しいのだ。あるところって？南町奉行大岡越前の屋敷。冗談じゃねえ。奉行所なんかに入れるかよ。やらねえよ、やらねえよなんて言われてやらねえよ。ら、お、シロ、カタタタタタタ。半助、殿様の頼みをお聞きするんだ。そうか、てめえもグルだったのか。それで俺をこの屋敷に誘い込んだってわけか。そういうことだ。俺はな、足洗ったとは真っ赤な嘘でよ、こちらの殿様の下でいろいろご奉公してるんだ。ほれ見ろ、あの備前長船はよ、俺が水戸様のお屋敷から頂戴してきたもんだ。やらなければこの場にて試し切りにするぞ。ああ待ってくれ、俺にはどうしてもやりたいことがあるんだよ。殿様はな、今までに何人も辻斬りをなさってるんだよ。なさってるの？そうよ、おめえはもう抜き差しならねえんだよ、半助。取ってきて欲しいものは、大岡越前が上様より拝領した門戸の神正清の名刀だ。あれがどうしても欲しい。神正清の名刀、試し斬りにしてくれ。よいな、越前の名刀正清だ。しかと申しつけたぞ。忠相、これは河原のあの男に生き写しでございましょう。しかし、まさかあやつが。私も初めは驚きましたが、おそらく。おお、これが不埒な説教泥棒でござりまするか。上様、存外その男やもしれませぬぞ。いや、信じられん。忠相、あの河原の男の素性を調べたのか。はあ、今のところ家族や前歴などについては不明ですが、キャツは名前を半助といって江戸の人間ですが、上様いかがいたしましょう。南町の方で半助の吟味を。いや待て、この一件俺に任せてくれんか。はあ、いやそれは構いませぬが。上様、何をお考えでござりまする。なりませんぞ、そのような盗人風情などにお近づきになるのは。何をしてる。どこにあったんだこんなもの。元のところ戻しておけ。ここのおじさんどこ行った。ないんだ、俺前に来たんだけど
このおじさんとは知り合いなのか。うん。どっから来た。八丁堀。父上は南町の役人だ。おう、父上の名は寺田官兵衛。そうか、寺田さんのせがれか。お前は父上を知っているの。ああ、立派な方だ。そうかい。来てください。半助が。半助がどこにおった。エコインです。それが妙なことを。半助は月に一度ここへ来てご汽車をし、あのように五輪五体を立てて行くのが習わしとなっているということです。ご奇特なことでございます。あの無縁仏たちはここ数年の大水や大火で亡くなられた身元のわからない方々のものでございます。半助殿はそのエコーをし続けるのだと申されて。わけは話したのですか、和尚には。いいえ、何か深いわけがおありのようでございますが、いくら尋ねても私どもには。そうですか。いや、ご無礼を。上様、おそらく半助は盗んだ金子をあの五輪に投じているものと。あれ、おめえこの間のどうしてここへ。半助。半助、どうして名前知ってんだよ。俺は知っているぞ。お前は今世間を騒がしている説教泥棒であろう。半助、訳を言え。俺はお前が根っからの悪党とは思っていない。俺は悪党だよ。弱い人を脅して銭かっぱらう悪党だよ。捕まりゃ重罪、遠投流罪は免れねえ。そんなことは宣告承知、覚悟の上よ。けどな、今捕まるわけにはいかねえんだ。なぜだ。お前の耕した畑を荒らして俺はお前に意見をされた。説教が身についてるお前の言葉とはいえ、もっともな意見だ。一つの才の命を大切にするお前がなぜ盗みを続けるんだ。そしてなぜゆかりのない人々の墓を建てているんだ。半助、ゆかりがあるかねえかわからねえからだよ。無縁仏だもの、名前も何もわかるめえ。だがよ、こんながんどるかには俺の女房と子供がいるはずなんだ。それでよ、片っ端から五輪建ててやれや間違いあるめえ。どうして亡くなったんだ、女房子供は。大火事で焼かれちまったのよ、三年目。俺はその時寄せ場へ入っててな、火事の噂は耳にしたんだがどうにもならなかったんだ。放免されて真っ先にここへ来たんだが、どれが女房でどれが我が子だか。元はてや俺の身持ちの悪いのはいけねえんだが、それに他の人だってこんな風にうずめられてたんじゃあんまり不便じゃねえか。だから俺はせがれは生きてりゃ今年で当だ。わんぱく盛りだな。半助、今日限りで盗みはやめるんだ。やめねえよ。だってまだこんなにも縁仏が、この中に俺の女房子供がいるかもしれねえ。墓は俺が建てる。姉さんは。ああ、だから女房子供のためにも足洗うんだ。本当にお姉さんは。それに盗みに入った家にも金を返すんだ。一軒一軒覚えてるか。そりゃけど、どうしてお姉さんが。お前が好きだからだ。何。半助、もう盗みはやめるな。やめる、もうやらねえ。
半助は根っからの悪党ではなかった。世間を騒がせた盗みのその訳を聞けば身につまされる吉宗であった。悲願ともいえる半助の墓作りを素直な気持ちで肩代わりしてやろうと決心する吉宗であった。殿様はよ、首を長くしてお待ちかねなんだ。今晩必ずやってもらうぜ。待ってくれ、記録。せい！このそっくりがよ、三尺竹一の上に乗ってもいいのかい？まあな。みんな、大変だが手分けをして頼む。だけどさ、どうして私たちが説教泥棒の尻拭いをしなきゃなんないんだよ。大きなところは俺は本人を連れて回るつもりだが、小学のところはとても回りきれないからだ。だからみんなが三門五門のところは代理になって謝って返してくれ。おかみさん、これは世のため人のためですね。そうそう、世のため人のため。うるさいね。だけど新さん、私たちも泥棒の仲間と思えないしないかね。仕方ないわよ、お姉ちゃん。新さんが引き受けちゃったことだもん。おもちゃん、恩に着るぞ。どういたしまして。行った先にはよ、かわいい娘がいるかもしれねえぜ。そいつは楽しみ楽しみ。違うってば。俺は銭を返しに来ただけだよ。ほれ、返したぞ。ドラゴンさん、あこんな。お金なんてどうでもいいんだよ。私は好きなんだよ。お前さんみたいにふっくらした人がさ、ね、いいだろう。そんな、困りますよ。ねえ、お名前なんておっしゃるの？ブラちゃん。ブラちゃんなんて。好きなんだよ。やらすんだよ。冗談じゃないよ。本当にやらしいで。ジューマ確かに返したからね。私にはね、れっきとした立派な天使がいるんだよ。ふっくらちゃん、ふっくらちゃん。その何する気だの男は。わかりません。あとは俺がつける。その方は上様。はい。おやつ。半蔵。あ、上様。おやつ。こともあろうに大岡様のもとへ。それが大岡様の名刀だな。正清ってんだろ。何だ貴様。大草撃つぞ。後ろ向け、後ろ向け。したことは嘘だったのか。こいつは違うんだ。こいつはこれがその方一人の思案ではあるまい。誰に頼まれた。 あんた南町奉行大岡忠相。
お待ちなさい。早まってはなりません。話せ。なりませぬ。止めるな。上様ご配慮のお方のおとなしくします。この身に変えて。寺田待て。早まるな。刀は取り戻したぞ。あ、お奉行。のれそろ。待て。半助、この人の息子はな、お前のところによく遊びに来る勘太郎なんだぞ。申し訳ない。申し訳ない。俺、住んでるところでとんでもないことすること。そうだ。お前がこのまま逃げ去っていたら、寺田殿は腹を切っていた。お前は勘太郎を手手なしようにするところだったんだ。申し上げます。実はこれは本庄二つ目の片倉ってお旗本に脅かされてのことなんです。協力って盗人の仲間です。この片倉ってお旗本の屋敷には、水戸様から盗んだ備前長船なんて名刀がゴロゴロしてるんです。殿様、上首尾でございました。うん、持ってまいったか。早速見せ。これで大岡越前は失脚する。あの若造が将軍にさえならなかったら、そして大岡さえいなければ、わしは南町奉行になれるはずだった。大岡は将軍の右腕だ。利き腕をもがれた吉宗はやがて滅びよう。やがてわしは返り咲く。名刀に囲まれて返り咲くのだ。なんだこれは。竹光ではないか。ああ、僕は面目ない。あっ、お前が欲しいのはこれであろう。えい、老石場の城、出会え出会え出会え。何安じゃき様。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。上様。上様だと。片倉大江の神、その方名刀を集めんがためには手段を選ばず、さらには罪もない人々を辻斬りにし、天津さえ大岡忠相を失脚させんと分かりしは何たる不届き。天下直参の名に恥ずべき所業、許しがたい。この場において腹を切れ。腹を切れだと。こやつ、上様の名を語る不届き者。構わぬ、切り捨てい。
よくやった。礼を言うぞ。だが、お前の盗みの罪は罪だ。裁きを受けて、その罪の償いをいたせよ。上様。半助、俺は徳田新之助だよ。よし、これでよしと。いいかい、もう二度とね、泥棒に入られたりしないようにしっかり鍵をかけとくんだよ。いいね、いいよ。確かに。さあ、ここはね、大事な火消し道具が入ってる納戸だからね、ちょっと閉めてみましょう。試してみるんですね、お母さん。きちっとやってくれ、きちっとね。これならない。ほら、ほなら大丈夫だ。どうする、お母さん。いいよ、ほなら大丈夫だよ。開けとくね。こうして説教泥棒は巷からその名を消した。半助は三月の寄せ場勤めを終えた後、南町同心寺田の小物として召し抱えられた。本来実直者の半助なら末永く勤まることであろうと、すべては吉宗の計らいであった。この日はいつになく爽やかな江戸の朝であった。吉宗評判記、暴れん坊将軍。よし、これでよしと。おお、さすが土山藩でござるな。ああ、一つ生き代賛美。生き代だと。まあこういう石頭のおる藩に外堀の石垣を積ませるのもよかろうて。大社でな、兄貴。愛媛に誓った兄弟仁義、どうぞお期待ください。